昔からの同級生で、名字なんですけども、小四郎というやつの話をさせてもらいます。どんなやつかと言いますと、あれですね、高校の頃に、タバコで、先生に見つかって、禁止になったんですね。で、罰として、その坊主にさせられたんですね、初めて。で、その坊主にさせられた姿が、なんか、じゃがいもみたいだってみんなに言われてて、で、じゃがいも小四郎と呼ばれたり、ポテトヘッド小四郎と呼ばれたり、しまいには煮っころがしと呼ばれたり、みたいな感じで、まあそういうのを言われてもヘラヘラ笑ってられるようなやつで、で、まあ腕っぷしとか結構あって、持久走とか、長距離とかも速くて、で、まあそんなやつだったんですけども、その、休み時間ですね、高校の。連れが金婚勘婚となって、小四郎、あ、小四郎って言っても仕方されてたらしいですね。で、小四郎と後ろを向いたら、いたんですね。そしたら、椅子に座って、その、ガス、ライターで、ガスを吸ってて、白目を向いて、よだれを垂らしていた、というお話でした。